この日々。あ、こっちでも行けるんやね。誰だ？はい、ステージ11。ぼっち肝試し。ぼっち。そういう。え、お墓で泣きよる子とかめちゃくちゃ怖くない？なんか火の玉追いかけてったよ。ぼっちにされたくないな。とりあえず、ろうそく。女の子。いないいないばえ、どっか行っちゃったけど。ぼっち、悲しい。あやしてあげたのに。え、ろうそく。ろうそく持つ。痛い。熱い。失敗。ぼっちじゃなくて普通に失敗。なんだ？ろうそく。ん？なんもできないな。え、他に押すものなくない？これか？あ、なんか。え、怖っ。え、怖っ。人形。え？満足なの？それ。え、怖い怖い怖い。ぼっち。で、そうじゃなくって、男の子から女の子に渡せばいいってことやね。またあの、お弁当パターンや。あのろうそく別に関係ないんかな。はい。女の子に渡してあげな。あ、これで一緒に行くと。ああ、よかったよかった。あれ、急に明るくなったな。あ、他の日ってことこれ。ん？あ、幽霊やったんや、あの子。すごい、なんか、懐かれてますけど。はい、ステージ12、ぼっちボール。そういう、なるほどね。でも強いってことやんね、残っとんやけん。なんか向こうに女の子おるの気になるし、旗もなんか取れそうな感じが。なにこれ、巻物やん。旗じゃなくて巻物だったんですけど。何？忍術とか出す？いや、私最近さ、ちょっとボルトを見よるけんさ。ネットフリックスで。何何？口寄せの術とか。お、なんか呼び寄せたよ。何あいつ、片手にノートパソコンなんか持って。おお、ありなのそれ。急激に味方増やすとかありなの？あ、でもよかったのか？ちょっと敵チームから恨まれそうやけど。ステージ13、ぼっち花火大会。いや、悲しすぎる。なんで見に行ったんだ。花火大会ってフラって行くもんじゃなくてさ、誰かと一緒に行こうって言って行くもんじゃないの？こういうね、花火大会の時のコンビニ、近くのコンビニとかめちゃくちゃ大変そう。絶対嫌なんやけど。お、なに？お金が足りない？ 980 円。結構買ったね。何買ったの？お、なんか100円あった。100円。花火買ったってこと？花火大会見ろよ。花火大会見ればいいじゃないか。なんだ？何すればいいんだろうか、他。別に何もない。これで帰ろうとしたら、出会うってことかな？え、気づいて気づいて。そんなに暗い？そんなに暗い？てかなんかキョロキョロしよったってことは一緒に来たわけではないの？あいつがさっきいた気がってこと？話しかけてよ。じゃあここを明るくすればいいってことや。ここの電気をつけんといかんのやろ？どうやってつけるんやろ？いや、そこがね。あっコンビニの2の下の部分取れた。じゃあこれをつける。こ
怖い、これはこれで怖いけど、これで、あと、てか、なぜそこに100円乗ったで、これで OK ってことかな。あとはもう帰ろうとしたらいい？やっほー、一緒に花火。こういうのって大体さ、一緒にするんやったらお金とか折半して出すんじゃないん普通に混じっとるけど、まあ楽しそうで何よりです。ステージ14、命の水。何？さっきまでとなんかタイトルが違う。サソリ、ひー、針で刺されるわけでもなくハサミで挟まれるっていう失敗。何これ、何すればいいの。水が欲しいんよね、要は。サボテン痛いですよね。失敗。水、この砂、お、ラクダ、何、埋もれて生き埋めラクダどうすんの。え、ラクダ出たけど別に何もできないんですけど。ん、なんだなんだ、ここでサソリを出せばいいこともない。え、何、ラクダタップしても何もならんかったよ。なんだなんだ、ラクダ出たけど、ん、別に他に何もなく、ん、え、なにえ、なにこれ、ね、なんかメニューの横に冷たいってあるんやけど、なにこれえ、冷たい自販機命の水の横の矢印ってそういうこと？そういうわけではなく、飲みな回復回復、めっちゃスタスタ歩き出したえ、なに、ダメだ、失敗、ぼっちぼっち、ラクダと一緒にコントいかんってことかな。めっちゃ成功したと思ったのに。ちょっと冷たい水ゲットして、ラクダもお飲み、うん、回復で、ラクダに乗る。でも自分は水飲んでないけど、まあ、このあと水のある場所に連れてってくれるってことかな。へっ、オアシスとかに連れてってくれるんかと思ったら違った、そういうパターンスタイリッシュなスタイリッシュな魔人だね。クリア。ステージ15、混ぜ込みぼっち。何それ。あ、やっぱそういうことやん。さっきのさ、命の水の横にさ、右向きの矢印あったけど、今回ないもん。やっぱあれは、ここに命の水あるよっていう矢印やったんや。ね、何これ意味がわからないんだけど。混ぜ込みぼっち。おにぎりになってるよ。え、中に入る？何、怖い怖い怖い。残されてますけど。塩むすび美味しいよね。私好きよ、塩むすび。なんならコンビニでさ、ただの塩むすび買うこともあるぐらい好きやけど。家でも塩むすび買うし。なんだ？何をどうすればいいんだろうか。なんか食べてる、スナック菓子。あ、くれないのね。海苔、それは何？なんかトッピング、デコ、
おにぎりデコられてもな。いやデコはいいんやけど、こういうのでデコられても違う気がするんよね。え、どう？これでいいの？この方が食べたくないけど。食べたくないけど。ですよね？残りますよね？じゃあ普通に海苔巻けばいいんかな？悲しい、ぼっち。じゃあ普通に海苔巻こう。でもさ、この子みたいにさ、この下に巻いとったらわからんくない？結局。一旦持ち上げてみて、あ、海苔巻かれとるな、え、顔。え、顔。もっとうまく巻けよ。ぼっち。じゃあどうするんだい？え、どうするんだ？え、メニュー。ヒントリトライステージ。違うなぁ。でこ、のり、あ、そういうこと？のりしよ。食べたら体に、そういう。のりあのまんま。これでちゃんと食べてもらえた？のり塩おにぎり面白いね。あー、なに、天国でみんな仲良く。なんか悲しいけど。顔出しとんやね、左の子。ステージ16、ぼっちライブ。誰か聞いてあげて。これ絶対取れるやん。トライアングルやん。誰かに、お、なに？蛍光灯も取れたんですけど。え、蛍光灯取れたらめちゃ悲しくない？めちゃ暗くない？それは明る、あれ？こっち。なんか、ハーモニカ？ほう。で？で？トライアングル。誰かに演奏してもらうとかいうわけではないんか。何？めっちゃ人集まってきたんだけど。なんで？え、ギターの方が人集まらんの？ハーモニカの方が集まるの？何？クリアできた意味がわからないんだけど。怖い。何？ステージ17、トマトぼっち。またトマト。トマト嫌いなの知ってるでしょ？なんでトマトフェアなんかに連れてき、でも別にトマト以外の商品だってあるやろ。これファミレスやろ？トマトフェアやけん、トマト商品しか置かんようになるとかないって。大丈夫よ。何これ？足か。別に他のもの食べていいよ、君。え？なんか矢印取れた。え？そっと帰ろうとしないで。え、怖い。え？悲しい。やめて。ぼっち。いや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 、途中でそっと帰ってはいけない。てかメニュー。くっそ、違うんか。トマトフェア。あ、なんか更新できない。できない。トマトサラダ、トマトチーズ、トマトパスタ。え、違うんすよ、注文。これで別に何かできるわけでも、ないな。ん？なんだなんだ？この矢印をどう使うんだろうか。ん？矢印。え？何もできなくない？矢印取れたけど。え？なんだ？あ、
これで向こうに行けるようになるわけでもないんか。え？何？何すんの？え？わからない。なんだ？え？何もできないんですけど。トマトパスタ。注文した。嫌いだよね。嫌いなんだよね。ぼっち。ぼっちなのか？いや、一緒にいるよ、みんな。じゃあ、ちょっと順番にやっていこう。トマトサラダ。はい、トマトサラダ。嫌いだね、ぼっち。あの矢印どこで使うんやろうな。トマトチーズ。ぼっち。この矢印だけ取れるんよね、なんか。あ、この子の服の矢印。あっ、これで読み込んで。オリジナルトマトケチャップのスペシャルオムライス、結局トマトやんって思ったけど、僕が嫌いでも大丈夫だよって書いてる。これならいける。いや、でも出てきてすぐはえってならん。そんなパーって顔になる？ならんよね。キラキラ。美味しかったみたいでよかった。でもトマトフェアやけんって、それ以外のもの排除する店はどうかと思うよ。ステージ18、ぼっちカラオケ。ぼっちカラオケっていうけん、一人カラオケに来とんかと思ったら、三人で来てるじゃねえか。なになになに？人の世は生きづらい。三人で歩けば僕は二人の後ろを歩く。何それ、悲しいんですけど。何その歌。自分の気持ちって感じ。何これ、マラカスのやつあったよ。え、あれは、あ、これじゃない。これで盛り上げねえよ君も。ほらほら、イエーイ。別に真ん中にしてくれなくていいんだよ。これでクリア。よかった。え、でも私あんな何かを持って盛り上げたことないけどな。ステージ19、ぼっちハザード。あ、二人はもうすでにゾンビになってしまったんだね。一人だけ人間のまま。この足跡は別に何もできない。え、何？どこ行くの？え、危ないよ、普通に。危ない、危ない。失敗。これは何をどうすれば成功なんかな？脱出？え、ここ割れそう。割れんのかーい。こんだけガタガタしよったらなんか、お、ここの跡は別に何もできんのか。この辺の机。このひび。あ、こっちでもいけるんやね。誰だ？なんかゲットしたけど。これを顔に。意味あるかな。うわ、なんかノリノリになった。なんかなんやろ、作品によって違うんかもしれんけど、ゾンビはさ、なんか生前の行動を繰り返すみたいなの漫画で見たことあるんよね。そういう感じ。脱出できるか。え、こういうのってさ、ゾンビは見た目で判断しよんかな。ですよね。そんなんでうまくいくわけないですよね。怖い怖い怖い、捕食される。
じゃあ他にあいつがなんかこいつが気を引けそうなものがあればいいってことよね。次ここの2人は音楽でいけた。違う、めっちゃ顔丸出しやけどめっちゃ顔丸出しでいくけどそれ絶対無理やって。ほら無理。なんか食べ物とかがあればいいんじゃないの。違うんかな。でもなこの窓があかんけんね。でもこれ音楽かけて、あこいつの目を塞ぐということはできんのか。あこれでなんかこの間に水になんかあるんじゃない。何やってんの。あなるほど、これでみんなと同じ体の色になったけん、これでじゃあやっぱり見た目で判断しとるってことか。これで顔もつけたら、おすっと出てった。わからんのや。夢かーい。夢落ち。なるほど、ゾンビ映画見よったんやね。クリアー。よかったよかった。ステージ20、転倒ぼっち。え？ああ。こういうのめっちゃ恥ずかしいよね。わかる。超わかる。でもそこでずっと倒れとったらさ、そこでずっと倒れとったら普通に危ないけんね。何？別に何も取れない。え、危ないって危ないって。引かれるって。早く渡って。ぼっち。いや、私、あんな危ない場所であんなことになったことはないけど、あれはね、ぼっちとかそういう問題じゃなくて命に関わるけんね。あれ？えぇ！踏まれた！そんなことあります？いや。おばちゃん。これ渡っていく前に取るとかいうことはできんのか。え？何？どうすればいいの？オフ。もうちょい早くしとけばよかったかな。電源オフ。ぼっち。なんか電源切れるみたいやけん、スマホの。今ここで石を取り除くことはできないのか。で、これで、電源オフ。お、優しいお姉さん。ありがとう。よかったよかった。